創世紀二十八章。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福し、そして命じた。お前はカナンの娘を妻としてはならない。パダンアラムに向かい、お前の母の父、ベトエルの家に行って、そこで母の兄、ラバンの娘を妻としなさい。全能の神がお前を祝福して子孫に恵まれるものとし、その数を増やされるように。 そして、お前は多くの民の集まりとなるように。また、神がアブラハムの祝福を、お前と、お前の子孫に与えてくださるように。それは、神がアブラハムに与えた地、お前が身を寄せているこの地を、お前が受け継ぐためである。そして、イサクはヤコブを送り出した。ヤコブは、パダンアラムへ向かい、ラバンのもとに行った。ラバンは、 アラム人ベトエールの息子で、ヤコブとエサウの母、リベカの兄であった。エサウはイサクがヤコブを祝福してパダンアラムへ送り出し、そこから妻を迎えようとしたこと。ヤコブを祝福したとき、カナンの娘たちの中から妻を迎えてはならないと命じたことを知った。そしてまた、ヤコブが父と母に聞き従ってパダンアラムへ行ったことを知った。 さらにエサウは、カナンの娘たちが、父のイサクの気に入らないということを知った。そこでエサウは、イシュマエルのところへ行き、すでにいる妻たちのほかに、さらにアブラハムの子、イシュマエルの娘で、ネバヨトの姉妹であるマハラトを妻に迎えた。ヤコブの夢。ヤコブはベールシェバを立って、 波乱へと向かった。ある場所に差し掛かった時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。彼はそこにあった石を取って頭の下に置き、その場所に身を横たえて眠り、夢を見た。すると、先端が天にまで達する階段が地に据えられていて、神の使いたちが上り下りしていた。すると、主がそばに立って言われた。 私は主。あなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神である。今あなたが身を横たえているこの地を、あなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は、地の塵のようになって、西へ東へ、北へ南へと広がってゆく。そして、地上のすべての子族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。私はあなたと共にいて、 あなたがどこへ行くにしても、あなたを守り、この土地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを果たすまで、決してあなたを見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。本当に主がこの場所におられるのに、私はそれを知らなかった。そして怖くなっていった。この場所はなんと恐ろしいところだろう。 ここはまさに神の家ではないか。ここは天の門だ。ヤコブは朝早く起きて、頭の下に置いていた石を取り、それを柱として据え、その上に油を注いだ。そして、その場所をベテルと名付けた。その町の以前の名はルズであった。ヤコブは誓いを立てて言った。神が私と共におられ、私の行く道を守り、 食べるもの、着るものを与えてくださり、私が無事父の家に帰ることができ、そして主が私の神となられるなら、その時柱として私が据えたこの石は神の家となるでしょう。そこで私はあなたが与えてくださるすべてのものの十分の一をあなたに捧げます。